どうもベッキムです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日も張り切って日本の美味しいものを皆さんに紹介していきます。今日皆さんに紹介いたしますのは名古屋グルメです。今回は種類豊富な天むす専門店の鬼天さんを紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。それでは早速いきましょう。レッツゴー。今回紹介いたしますお店がありますのは、名古屋の人気スポットの一つでもあります大須エリアです。天むす専門店として2022年の7月16日にオープンいたしました。そしてこちらが鬼天さんの営業時間となっております。平日と祝日では営業時間が異なりますので、行く際にはぜひチェックしてください。定番のエビだけではなくて、お肉や野菜などを使った商品も揃うお店です。天むすの可能性を広げてくれる存在になりそうです。店頭には様々な具材の天むすがずらりと並べられています。鬼天さんのおすすめの4つの天むすがついた四天王という商品もありますし、6つさらには7つといったセットメニューもございます。今回は7つの方の七福神をチョイスいたしました。一体どんな天むすと出会えるんでしょうか。さて、七福神の天むすがこちらの通りです。箱を開けてみますと、小さくて可愛らしいサイズの天むすが合計で7つ入っておりました。こちらのお店では冷めても美味しい天むすを目指しており、お米はもちろんのこと、海苔、塩、水分量、炊き方、握り方にもこだわりを持っているとのことです。ちなみに消費期限は当日中となっております。まずは定番のエビ天からいただきました。衣の香ばしさ、質感が良くて、エビのプリッとした食感も楽しい一品です。お米をゆっくりと味わっているし、全体な甘みも伺えます。そしてソーセージの天むすもいただきましたけれども、中のソーセージも意外とジューシーで美味しかったです。鶏天もございますので、ぜひ色とりどりの天むすを味わって食べていただければと思います。それ以外にもアスパラコーンの天むす、そしてシラスと大葉の天むす、さらにはナスを使った天むすとシシトウの天むすもございました。いつもの具材と異なる新感覚の天むすです。それぞれ個性がはっきりと現れているので、食べ比べも楽しむことができました。今回紹介したこちらのお店は、天むす1個から気軽に購入できるので、食べ歩きの新定番にもなりそうです。大須エリアに誕生した鬼天さんで、専門店ならではの種類豊富な天むすをぜひこの機会に味わってみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。今後も美味しい料理をたくさん紹介してまいりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは See you!